いらっしゃいませ。博多百貨店アネックスへようこそ。当博多百貨店アネックスとは、この度東京にオープンしたアイドルデパート博多百貨店3号館の別館です。はい、そしてこのアネックスでは、さしこちゃんがいない時でも私たち HKT48 のメンバーがトーク番組をやっていけるように、メンバーが毎週入れ替わりで MC を務め、フレッシュで魅力満載のでお届けするトーク企画です。イエーイ。さて今日は誰が MC に挑戦するんでしょうか。やってみたいかな。それでは今回のトーク番組初 MC に挑戦するのは、ダラタンダラタン、じゃん、こだま。こだま、私だ。あれ、アネックさん自分で引いちゃいましたけど。引いちゃいました。どうですか。喋るの自信ないです。滑舌よく、そうですね、頑張ってください。うまく回せるように、はい、頑張ります。はいはい。いや、サッチーの MC 見ててすっごい大変そうだなって毎回思うので、なんかサッチーがいつも百貨店でやってくれている MC のなんか重みを知れたらなと思います。心配事は、あの、の列がうまく回らないので、そこをなんかみんなになんかいじられそうで心配です。はい、スムーズに進めたいです。一期生の児玉遥香が MC 初挑戦。さあ、ということで博多百貨店3号館とともにオープンした博多百貨店アネックス、今回 MC を担当します HKT48 チーム H 所属18歳の児玉遥香です。よろしくお願いします。お願いします。頑張って。はい、ではまず3号館の東京ではまだまだ覚えてもらえていない商品をご紹介したいと思います。今回紹介するのはジーナです。はい、はい、自己紹介お願いします。ジーナこと小島優衣です。よろしくお願いします。お願いします。ジーナ、はい、ジーナはなんか特技とかありますか。特技はですね、あの、なんて言うんだろう、壁、エア壁。あ、はい、ね、ハントマイク、ハントマイク。新商品小島優衣の特技、ハントマイムを披露。どうぞ。あ、でも、あ、すごい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 、ぽい。クネクネしてる。おおお、すごい。おお。っていうすごい。ハットマイムできるんだ。お人やった。そうなんです。知らなかった。初めて知った。なんか結構昔からやってて、で、あ、私結構上手だなと思って。自分で思ったんだ。特技にしちゃいました。ナルジーナだからね、ユイは。はい、ということで、まずは新商品を見ていただきましたが。では続いてこちらの企画に参りましょう。はい、題して博多百貨店の裏側。ということで今回も HKT メンバーにアンケート調査を実施。博多百貨店の裏側と題してランキングを作成しました。皆さんの裏の顔を暴く恐怖のランキングを作りました。怖いですね。では早速恐怖のランキングのテーマを発表します。皆さんの裏の顔を暴くテーマはこちらです。ギャップのある HKT メンバーは、ギャップ、ギャップか、はい、HKT メンバーの中で博多百貨店の時と普段でギャップがあるというメンバーをアンケートで調べてみました。はい、誰だ。はい、まずランキングに入らなかったアンケートをご紹介します。はい、はいはい、まずは夏みかんが書いてくれたアンケートです。はい、こちらは本村葵、本当はテキパキしている。テキパキ。夏みかん、これはどういうことですか。あの、テレビではちょっとおバカでお勉強できないみたいな、ちょっとふわふわ感じした感じするじゃないですか。だけど本当は学力も普通に平均ぐらいそこそこいけて、ちょっとキャプテンシップも取るぐらいしっかりしてるんです。だってダンスリーダーもしてる。私たちチーム H だからさ、今まで1期生で一緒だったけど、そういう面あんまり見たことないよね。でも最近はね、ちょっとまとめる力はあるよね。しだして頭いいかわからない。そうですよ、コンサートごととかは葵ちゃんがちょっと先頭で。そう、いい。いや、自分ではそんなに分かんないです、全然。でも、
チーム K4 になって、うん、後輩と一緒にするようになって、うん、しっかりしなきゃなって思うようにはなった。だから一期生といると安心する、すごく甘えられるから、うん、そう。続いてはこちら、じゃじゃん、あー、あー、ごめんなさい、ごめんなさい。それでは改めまして、はい、こちらこれメルちゃんからね、はい、実は無理している。あ、ね、そどういうことですか、メルちゃん。いや、なんかいつもなんかそのナルシストみたいなキャラ作ってるけど、うん、本当は無理してるんじゃないかなっていうことを言おうと思ったのをさっき聞いたら泣いちゃったんですよ。ちょっとね、このことには触れないとこかなって思いました。泣いたんだよ。そう、実はさっきこの収録をする前にジーナが号泣しちゃったんですよ。そうしかも隠れてあんまりみんなに言わないで静かに泣いてて、どうしちゃったんですかジーナちゃん。泣いてる、大丈夫、泣く、なんか、うん、どうなの本当は。いやでも、うん、自分は可愛いと思ってるけど、うん、だけど、うん、なんか本当の自分を出せなくて、うんうん、ドキュメンタリーって、うん、なんかもっと心配されると、うんうん、こうやって涙が出てきて、うんうん、純粋ですね、心配、今度お話しようね、うん、1号館ぐらいの私たちを見てるみたいな。本当の自分はどんな感じなんですか、ね、知りたい。ジーナの本当の姿はどうですか。うん、でも、うん、なんだろうな、でもお家では、うん、でも普通に変顔とかもしたりするし。そうだね、そっちか、そっちなんだね。そっか、え、そういう風にしたいの、変顔、うん、いつかは出せたらいいな、うん、もうじゃあ今出そう、出すの今しよう。ジーナ、普段はどんなイメージですか、メンバーのみんなは。そうだね、女子力高くて、もう完璧って感じがあるから、うん、そんなことなったんだっていう、めっちゃフレンドリー。そう、本番始まる、ね、フレンドリーだよね、うん、楽屋とかではさ、うん、いつも、ハルピさんおはようございますって言ってくれるのが、うん、私すごい嬉しくて、うん、そう、そう、目を見てて、名前呼んでくれるの、うん、嬉しいよね、嬉しい、確かに。今日も本番前ね、ずっと台本とにらめっこしてました。そう、歩く移動中もずっと台本見て覚えてたからすごいなって思った。すごいいい子、真面目なんだよ。泣かないでジーナちゃん。いや、本当はもうちょっと喋る予定やったんですけど、しちゃった、喋れなかった。大丈夫、大丈夫だ、次は徐々に慣れていこう、ね、はい、これから頑張っていきましょう。さあ、続いての意見を紹介します。はい、続いては荒牧ちゃんが書いてくれました。こちら、はい、みくちゃんはもっと大人。荒牧ちゃん、これどういうことですか。いつもみくりんは結構子供っぽいじゃないですか、うんうん、ね、なこみくっと一緒にね、そう、一緒にいるイメージだけど、でも結構裏ではしっかり自分の意見持ってて、うん、大人っぽくてすごい考えてるから、うん、大人っぽくてすごいなって思います。すごいなって思うんだ。みくりんはどう。みくりんは、本当はないじゃん。でもここはこうした方がいいとか、うん、計算して生きてます。多分ファンの人も知ってると思う。知ってると思うの。そうなんだ。すごいね、みくりん大人だよ。じゃあ、他のメンバーから見てみくりんのそうやって思うところとかありますか。ちょっと無理してる、大丈夫かなって思う。メルちゃん、なんですか、エピソードとかあるの。そう、なんか、うん、なこがすっごい子供じゃないですか、うん、だからミクも負けないように子供な頑張ろうってしてるのがすごい伝わってきて、うん、いつも心配になる。あ、そうなんだ、うん、あ、わかった。なんかちょっと、うん、中1じゃないですか。中1だね。ちょっとなんか背伸びしてる感じがすごい可愛くて、なんかメイクとかもすごい、なんか髪型とかもいつも凝ってて、うん、なんかミク今日むくんでるんですよねってずっと細いのにゴリゴリしてるんですよ、ね、よく見えるその一面。確かに可愛い、そういうところが。美意識高い。楽しい時は楽しくして、うん、しっかりする時はしっかりしてます。すごい、プロだね。コンビプロなの。すげえ。すごいよ。13歳で。すごい。なことか一緒にいるけどどうなの？でも、うん、アホです。
アホな一面があって、言葉がよく分かってなかったり、うん、なんて言ってるか分かんない時あるよね。なんて言うのとか聞いてきたりするよく聞くさ、ね、言葉の意味がね分からなくて聞いてくる時あるよね、うんうん、子供だからね、まだ好奇心旺盛だね。そうだよ ね、うん、知りたい新しいもの知りたい、めっちゃ知りたい、知りたがりだよね。めっちゃ知りたがりでしつこい、うん、と思う。自分でもやってて、そうなんだ、でもいいですよね、好奇心旺盛。そうなんだ、いいですよ、これから大切になります。はい、はい、さあこんな感じで特にギャップがあると指名されたメンバーのランキングを紹介したいと思いますが、今回は1位と2位を発表します。おお、誰だろう。まず2位ですが、うん、2人います。おお、ギャップがあるメンバー第2位はこちらです。じゃじゃん、おお、森保まどかが2位を獲得しました。ギャップのあるメンバー第2位は森保まどか。投票したのはこちらの2人。なこちゃんどうですか？入れた、私。あ、なこ入れたんだ。そう、どうしてどうして。なんか森保さんは、うん、こうなんていうの、外見とかはすごいクールビューティーとか、うん、綺麗でおしとやかっていうイメージなんですけど、うんうんうん、楽屋では面白かったり変顔してくれたりして、うん、そうそう、変顔、うん、本当に面白いです、うん、よくするよね、うん、ありがとうございます、うん、何なんですかあの楽屋のテンションは、うん、すごい、楽屋すごい、楽屋芸人って言われますね芸人だからね、なんだろうな、そうなんだろうなって思うから頑張ろうね、うん、ジーナも。そうですね変顔してほしいよねはい、ただ2人で頑張りたいと思います。なんとまどかが自分で自分に投票してるということですか？え、どういうことでしょう？自分でも多分そう思ってたんだと思いますよ、うん、楽屋とやっぱり収録時のテンションがね、自覚そうなんだ、違うなって思う。世間に出すイメージとメンバーの前での自分が違うなと思うんだ、うん、ですごい違うと思いますね、家でもまた違った一面あるし、見てみたい。ジーナちゃんは悩んじゃうんだよね、でそこで悩んじゃう、ギャップに悩んじゃいますか、うんうん、もっと出していきたいですね、うん、そう、うん、頑張ろう。まどかみたいに楽屋から出していったらいいんじゃない、はい、うん、あ、楽屋からメンバーから出せなくて、そうからスタート、うん、そうですね、やってみましょう、はい、ありがとうございます、はい、続いてもう一人の第2位を見てみましょう。お、うん、もう一人の2位はこちらです。じゃじゃん、友永美桜。はい、美桜ちゃんですね。書いた書いた、美桜ちゃん、そうなんですか。ギャップのあるメンバー森保と同じく第2位は友永美桜。投票したのはこちらのメンバー。美桜、美桜ちゃんですけど、なんで入った。なんで、なんで、なんで、同期のジーナとかは何かありますか？やっぱり収録中は、うん、やっぱいつもニコニコしてるし、公演中でもニコニコしてるけど、ありがとうございます。実はすごいしっかり者で、うん、だから、うん、なんかすごいしっかり者すぎて怖い一面があるっていう。どういうことですか？すごい、なんで、なんだろうな、例えば、なんかみんなに注意するときにすごいしっかりしてて、注意するときは、うん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 、でなんかその注意の仕方が結構、うん、え、どんな感じなの？怖い怖い、みんなに注意するとき、嘘、長尾私注意する、うん、してないよ。だから、あの三期生とかにも注意ためにしてるときが、え、嘘、あるかな、どんな感じ、ない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 。え、でも真顔で、ジーナが知ってるのは真顔で、うん、もうちょっとちゃんとしたら、気がする。え、うん、絶対嘘だと思うよ。可愛いよ。可愛い美桜ちゃんに言われたらさ、そういうちゃんも可愛いなと思うよね。ね、キャラ可愛いじゃないけどね。ちょっとそれではいよいよ第1位の発表です。百貨店の時と普段でギャップのあるメンバーランキング第1位は、じゃじゃん、荒牧美咲ちゃん。これちょっとすごい意外ですけど。第1位は研究生の荒牧美咲。投票したのはこちらの3人。荒牧ちゃんが1位を獲得しました。荒牧ちゃんどうですか？うーん、なんか、うん、よくなんかこういう収録で、うん、裏ボスって結構言われるんですよ。裏ボス、そう、そうなんだ。え、ちょっとよく私まだそういうイメージないんですけど、うん、エレナちゃんはどうですか、同期で。ついさっきまでベラベラ話してたのに、うん、こういう場になると急にこう固まっちゃうのが、毎日生という時めっちゃ喋るんですよ。そうなんだ、喋る。みくりんどうですか？はい、あの美咲ちゃんすっごく誰よりも多分緊張
するタイプだと思うんですよ。なので収録をすると一気に静かになっちゃいます。もうお人形になっちゃう、自分を出せなくなっちゃう、出せなくなっちゃうの、文字なんか、うん、何ブログ Google プラスとかやってるじゃないですか、うん、そういう文面ではすごいイケイケな感じがする。そう、ハキハキしてる。言葉はもうすぐ出さないといけないじゃないですか、うん、でも文字はゆっくり考えられるから、ゆっくり考えられるから、うんうん、だよね。え、じゃあまだ本当の荒牧ちゃん見せてないんだじゃん、はい、いない。すごいかっこいいなって。そうか、じゃあみんなやっぱテレビだと緊張しちゃう、収録とかしちゃうんだ、うん、いっぱい考えちゃう。めっちゃ考えてから喋るから、喋るから時間経っちゃうね、ついていけなくなっちゃうの。荒牧ちゃんかわいい、かわいい。ギャップがあるメンバーたくさんいましたけどもね、はい、これからたくさんのメンバーの魅力を知ってもらえるように私たちみんな頑張っていきたいと思います。以上、博多百貨店アネックスでした。